送電純金リフレッシュにより極上へと生まれ変わったプロフェッショナルサンバー、サンバー S4 ライブ下地塗装編。サンバーは俺が守る。にやましてー、ホゲン自動車の十二指腸海洋変態ジュンケルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。タイヤ交換ラッシュも落ち着きまして、サンバースーチャー S4 外装リフレッシュ作業再開します。前回までは板金とパテトニまで終わりました。今回は荷台の錆落としからのサフェーサー塗装まで仕上げていきます。ちなみに荷台に関しては傷からの錆が発生しておりますが、大きなへこみは少ないため板金やパテ塗りはいたしません。というかしない方が荷台に関しては良いからです。理由は荷物を乗せる場所なので、パテを使うとその重みや衝撃でひび割れを起こす可能性があるからです。では下地仕上げまでじっくりと観察してください。
下地作業まで完成したスーチャーサンバー、下回りに続き外装までもが極上級となるか。次回サンバー S4 塗装編、よっしゃ、当時の輝きを取り戻せ。サンバーは俺が蘇らせる。